今ちょっと自分のマシンを、まあ、どこ直したらいいかっていうのをすごく考えてチェックしてたんですけど、ちょっと重大なミスに気づいてしまいました。ここまあいろいろついてるんですけど、この上のやつ、これ何にも関係ないの。どこにも関わってない。ここローラーつけるとかありますけど、こっちあるからね。そう、裏からこの裏から FRP つけて、でこっちでローラーとか止めてるんで、このノーマルのプラスチックのプレートに何にも影響ない。何にも意味ないことやってますよ、あなた。無駄でしかない。無駄っていうのはイコール井上さんの30年間でしょ。そう俺の人生やかましいやわ。ミニ四駆で引き殺したのか。もう何でもいい。ちょっと待って、これスペースはどうやってやってる。あ、入ってるよね。あ、じゃあもうギッチギチにしないと。ちょっとやってよ、やるかわかんない。ギッチギチに並ばない。さあ、井上君武道館行ってなかった。あ、行ってた。昨日日本武道館で、私立恵比寿中学合同出発式っていう。どうでした。いや、もう号泣ですよね。私立恵比寿中学から3人ね、メンバーが転校していった。まあ、だっていや、じゃあ中学っていう系だから、まあ、卒業というか卒業じゃなくて、まあ、転校っていう脱退学生っていう感じだから、まあ、そう号泣ですよ本当に。俺も号泣。そんであのチャマ君も号泣。チャマ君、はいはい、あのウイレのね、ウイレのチャマ君も号泣で、その卒業した転校したメンバーに一言。今まで本当にお疲れ様でした。ミニ四駆持つ人あります。ミニ四駆一緒にやりましょう。同じパーツ。時間差でやってんじゃない。うるさいのよ。コースアウトしましたよ。井上くんどうでした。2周ぐらい走ったけどコースアウトした。あ、じゃあちょっとみんなカメラにこれ見せて。はい、はい、これどうすれば良、くなりますか。舐めたセッティングどうすれば良くなりますか。はい、よくとか見せたい。2人とも動画のねコメント見てるはずなんだけど、いろいろ注意されてんのよ俺ら。あ、そうなの。僕もですか。うん。え、こうやった方がいいとか。あ、ほんと。みんな同じ悩み抱えてんのよ。俺のコメントなんだ。見た。あの、タイヤ増やせばいいみたいな。タイヤは4つです。あ、そうなの。はい、ちょっと師匠がいますから僕。師匠、いや来てないですね今日。今日は来てないですけど、師匠がいるからちょっと逆らえないです。師匠の言う通りにしてないからね。してます、してます。ここのバランスはちゃんとやってますよ、ここ。いや、みんなやってるみんなやってる。師匠当たり前のこと言ってたんだ。これ来てたら遅くなりました。タミヤさんどうしてくれるの。次のジャパンカップ楽しみにしててください。で、秋です。